なんすか。あの今日はですね、はい、あのまあ、ちょっとスポンサー様ってこともありまして、はい、まあ、今日もだいぶラッパーも集めてるんで、うん、あの、はい、さんを褒めるバトルをちょっとしてもらおうかな、私褒め殺し MC バトルをちょっと一つやってもらおうかなと思うんで、はい、あのこの5人の中で古谷さん褒めたいって人を、あ、ちょっと上げにくいじゃないですか、下げてもらっていいですか。もう全員ですね。全員やりたいのかしょうがないな、それは古谷さんにチョイスしてもらう、はい、でじゃあ、とりあえずですね、もう、まあ、全く無視で進行してるんで。もう台本ないっすからね、ここからね。とりあえず、じゃあ、エマとエマあ、エマエマと、シャイナだけです。大好きですから。すいません、一番やっぱり表情がいい表情してる照明に。そうだよな。クレアさんが罰ゲームみたいで辛い。いや、罰ゲームじゃないです、はい、だってむしろやりたいぐらいですもんね。やりたいよね。シャイなんですよ。シャイまだあの10代なんです。10代なんです。はい、エマは嬉しいと思います。エマ嬉しいよね。いや、もう最高っす。ほら一番嬉しい。最高。エマすぐ感情が出てる。辛いですね。はい、じゃあ、先攻が翔平、高校が今なんですけど、まあ、ちょっとやっぱ大一番なんで、はい、ママに一言もらいます。あ、シャウト。じゃあ先攻の翔平から。翔平から。頑張ります。エマ、福田さやつに負けるわけないんで。おい、勝ちます。では、いきたいと思います。いけ、翔平くん。いきましょう。先行翔平、高校エマ、グレアさん黒木 MC バトル、黒木じゃないや、褒め MC バトル、レディー、ファイ。いやー、福田さや少年ガリチン。俺は童貞だけど関係ねえ。これはそっけない態度だけど、これは俺ただのシャイ。だから勘違いをしないでもらいたい。声が美しい。これは冬のジョイサウンドの風物詩。間違いないとこまで僕確信に。女を知らない男に口説けるなんてまずないよ。ヒロフェイスビューティープロ、それだけの話。めっちゃ恋っすね。ちょっと照れてる、それほど内心。シャイの2人こうでもいい感じ。ワンツーファーストでくまっし、俺の方がイケてんの間違いない。 Yo、童貞俺もモテたい。でもこれはディスり合いでもないし褒め合い。どう考えても間違いない。俺もイケイケ、この人もいるな。 DNA を持てるぜ。これは説明もいらねえ。これはチェックメイトさせるためでもねえ。 Yo、 俺はこういうキャラでもねえから、でも吹っ切ったもん勝ちだな。Yo、 いい来ることばっかたまに考えて褒められてないじゃん。趣旨は分かってないな。ピンクの服めっちゃおしゃれじゃん。それだけ。間違いないぜ。チェックのパンツも似合ってるぜ。既婚者でもいい俺愛人になるぜ。そんな感覚で俺はとばつまで終了。大体で大丈夫です。はい、あのこちらが翔平、こっちがエマです。はい、では勝者の発表をお願いします。はい、エマさん。よっしゃー。さあ、勝因は何でしょう。ちょっと褒めてもらって、はい、普通に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。勝因はなんかもう世界が終わったらかもしれません。めちゃめちゃ緊張しました。すいません、ありがとうございます。みんなありがとう。みんなありがとう。エマ、勝ちました。あ、めっちゃ嬉しいですね。やってる時超照れました、自分で。なんかそうだよな。はい、超照れます。ただ、後半の褒め方が雑だったよね。すいません。ピンクの服超可愛い。可愛いですね。いやいや、そうなんですけど、はい、チェックのズボンも似合ってる。はい、ということで、はい、古谷さんバースに引き続き、はい、続いては上村さんバース。先ほどは、古谷さんを褒めるというテーマでバトルしてもらいました。はい、今回はあの上村さんがこれから決めます。うん、ないっすね。あ、じゃあ自分たちの魅力について語り合いますか。あ、自分プレゼンね。あ、それでどっちがいいかを決める。あ、でもそうですね。あ、プレゼン力の高さを。まあレベゼンすればいいだけよ、いつも通りに。あ、なるほど。うん、言ったら相手のことには触れなくてもいいのかな。逆に触れるな縛りの方かな。お願いします。先攻後攻はまあどっちでもいいか、はい、じゃんけんすか。
じゃあ行きましょう、はい、先行よしき高校シグトゥーナー、レペゼン MC バトルですね、はい、レディー、イエー、日本勝負、日本、はい、レディー、ファイト、イエー、自己紹介、まあ嘘なし、嘘ついても意味ねえぜ、イエー、ビートの上で七変化、うん、普段は高校1年生、えい、そういうこと、まあ見せていくぜ、まあ何紹介しようか分からんけど、ネタ帳ライブはうんこくさい、フロム、東京の16歳、七変化、これ10段のあっち、俺は18度が消え、それ見てきたで誰も踏めないライブ最高点、ビートで多重弾道を当たり前のように蹴るぜ、そっから吐き出した止まることないぜ、いつも通りで無事いなく待ち、長場のビルより高いとこにいる、Yeah、 高いビル間違いない、ビルの谷間から俺レペゼン、東京都練馬区レペゼン、レップでラップを愛しんでいる、素敵な感じ、またラジオいつも通りにラップしてるだけ、ビートの上しっかりやるぜ、ey、 いつもの調子が丁寧、いつもの調子、ライブオンギー、猫の絵がしたちは、まあ俺は最初大きい、害虫処理、害虫処理たい、俺のラップうまさに座布団一枚、それはビーズの上にライドン弾き出した、まだこれ構成年金、ライブの硬さなら肯定ペンギン、レベル大分の温泉ケンギン、イエーイ、やられよー。谷村さんが、はい、最初ヨシキのバースで、はい、この人即興でやってんのって顔してて、多分そういうの見たことない顔、見たことないと思うから、すごい、この人マジでみたいな顔をしてたのがすごい印象的で、なるほどなるほど、すごいですよ2人でも。ということはじゃあ神村さんには伝わったと信じて、はい、そうですね。じゃ あの残酷なようですが勝敗を、2人ともベストとしてお願いします。はいはい、はいはい、大丈夫です、あの僕らは気にしないんで、はい、勝敗がどうだろうと、はい、2人は知らないけど、なんで。改めて、あ、シグトゥーナーです、シグトゥーナーですね、勝者シグトゥーナー。どういうところが、なんかいろんな情報がたくさん入ってきて、相手の理解が一番たくさんできたかなっていう、あ、なるほどね、まあ、ということで、はい、上村杯、はい、勝者はおめでとうございます。さあ、ヨッキー今どう？今どんな気持ち？悔しいですね、なんか取りたかったですね。なるほど、神村杯、ボリューム2はね、神村杯だけ取りたかったから、はい、ぜひボリューム2は取りに来て、ボリューム2はちょっと取りに来て、ボリューム2を取りに来て、はい、さあ、チャンピオン、シグトゥーナー、いかがですか？そうですね、もう次、一回ワードマニアでやってるんですよね、うん、ワードマニア杯で、ワードマニア杯で、まあ、一勝いっぱい、いや、ラジオの2勝ゼロ、なるほどなるほど、チャンピオンってことはないですけど、まあ、取れて嬉しい、ああまあね、3回勝って殿堂入りするためにも、あの神村杯ボリューム2エントリーよろしくお願いします。